マってみろりん どうも、チャロブラザーズの沢地です。はいというわけでね、皆さん、カシミール旅行、えー、動画楽しんでいただけましたでしょうかというわけでね、えー、チャロブラザーズも通常営業に戻りまして、久しぶりにね、えー、僕からは講座やっていこうと思います。えー、今まではね、えー、歴史編ということで、インド、イギリス、フランスあたりをね、やっていったんですけれども、ちょっとね、今回はね、毛色を変えてこちら、やっていこうと思います、えー。2019年のノーベル経済学賞につい ってでね、えー、やっていきたいと思います。 えー、去年ね、えー、10月、えー、ノーベル経済学賞が発表されましてなんと、えー、インド出身の経済学者が受賞をしましたということでね、えー、インドにゆかりのあるチャロブラザーズなのでしっかりねそこもね抑えていきましょうということでですねこの騒ぎ、えー、ノーベル経済学賞を取ったね、えー、このバネルジーさんという方がいらっしゃるんですけれどもその方の本を読みました読んだ上でね、えー、しっかり彼がどういうことを考えてどこが評価されて今回ノーベル賞を取ったかということ ことを説明していきたいと思いますそれではいきましょうシャロはいというわけでですね、えー、一つずつやっていきたいんですけれどもまずね去年の受賞者というのはですね三人いますはい、えー、アビジットバネルジー え、インド出身の人。それから、エスター・デュフローという人。これはね、フランス出身の女性の学者さんですね。そして、最後、マイケル・クレマーというですね、え、アメリカ人の学者さんということで、この3名が3人ですね、共同受賞ということで、えー、受賞しました。で、そのテーマは何だったかというとですね、これ、貧困問題を緩和するための実証的アプローチというのが評価をされたんですね。もう全然意味わかんないですよね。 これ、後から解説していきたいと思います。で、そもそもね、このアビジット・バネルジーさんという人ね、このバネルジーっていう名前、このね、苗字からね、えー、インド在住の長い人は想像がつくと思うんですけれども、えー、東インドね、ね、えー、コルカタとか、えー、西ベンガル州、そのあたりのご出身の方なんですね。で、えー、もっとね、インドに詳しい方はご存知だと思うんですけれども、このコルカタ、東インドというのはですね、インドでもものすごく 貧困がまだ残ってる地域なんでですね、えー、インドもっとね、えー、皆さんに身近な例で言うと、あの、マザーテレサがいますよね。マザーテレサの死を待つ人の家というですね、えー、いわゆる、えー、これから死に行く人たちを最後看病するような施設。そこがあるのも実は、えー、西ベンガル州のコルカタというですね、えー、もともとバックグラウンドとしてすごく貧困とかですね、病気とかですね、 そういうのが深刻な、えー、地域だということをまずしっかりと押さえておく。で、そこで育ったアビジット・バネルジーさんなんですけれども、 今はですね、アメリカの国籍を取得して、今 MIT、マサチューセッツ工科大学の教授さんですと。で、このバネルジーさんもそうですし、エスターさん、この二人がね、MIT にいて、今共同研究をしていると。そこにマイケル・クレマーさんというですね、ハーバード大学の教授なんですけれども、この三人で共同研究をしているということなんです。で、この バネルジーさんとこのデュフロさん、この二人が書いたですね、本というのに、実はこの受賞理由のですね、一つとなった考え方がぎっちっと凝縮されてまして、それがですね、何かというと、この貧乏人の経済学というですね、名前の本なんですね。これ2012年に出されてます。えー、実際ね、どういう考え方なのか見ていきましょうと。これはですね、 貧乏人の経済学って言ってる通りなのでえ、貧困に対して経済学ってどうアプローチしてるのかということに対する本なんですね。で、貧困問題と一言で言ってもいろんな切り口があるわけです。食料、医療、公衆衛生、教育、人口、保険、金融、貯蓄、企業化精神。ね。こんなのがいろいろごっちゃになってですねいや、貧困問題を考えるアプローチなんですけれども、 そこにね、全部政治だったりとか政府開発援助だったりそういったものが絡んでくるわけですね。で、この人たちは何がすごかったかというとこれまでの貧困問題それから政府援助問題というのはですね大きく分けて二極化されてたんですね。どういうことかというと これです、えー。この傲慢な援助 vs ビッグプッシュということでですね、えー。傲慢な援助というのはこのイースタリー教授というのが提唱していたものなんですけれども、とにかく援助っていう考え方は先進国の与える側の勝手な論理だと。なんか助けてやろうぜみたいな、そういうちょっと押し出がましい、そんな精神が透けて見えると。しかも、 援助をすることによって、場合によっては、市場を崩してしまう可能性があると。例えば、食料助をしてしまう。そうすると、何が起こるかというと、今まで頑張って頑張って頑張って、農家の方々が食料を作ってきた。その方々が、食料援助ということで、外から作物が入ってくることによって、中の市場が崩れる。そうすると、その農家さんたちが、今まで必死に作ってきたものが売れなくなってしまう。その結果、 がよよりり頑張らなくなななくくくっっててそれでより貧しくなっていいんじゃないかみたいなねそんなことをこのイースタリーさんという人は提唱してたこれをね傲慢な援助というふうにね名付けておくんですで対してですねこのジェフリー・サックスというこの教授はビッグプッシュということをずっと言ってるんですねビッグプッシュつまり大きな支援 とということなんですかね、うんえー、つまり何でもいいからとにかく支援はしてあげましょう与えるお金はあげましょう物があったらあげましょうもっともっと身近に根ざしてしっかりしっかりやっていきましょうよとできることは全部やっていきましょうよという考え方なんですねでこの2つの学派が開発経済とか貧困を考える経済学の中ではずーっと争いを続けていたわけですで 何が良くなかったかというと、ずっとね、頭の中、机上の空論で、どっちがいいのかっていうのを考えていたんです。つまり、実際のデータはなく、とにかく上から援助しまくるのがいいのか、援助をやめるのがいいのか、とにかく理論だけを戦わせて、それで、えー、モデルを作ってやったりしてたわけですね。そうすると結論が出ないわけですよ。 で、そこにですね、このバネルジーさんとデュフロさんというのは切り込んだわけ。どう切り込んだかというと、一言でこれなんです。ランダム化比較実験というですね、ツールがあります。ランダム化比較実験、RCT、ランダマイズド・コントロール・トライアルというですね、えー、用語がありまして、これを用いたんですね。これそもそも何かというと、医学。 医学の分野で使われている言葉なんです、えー。例えばね、新薬とか新しい治療法、ねえー、に対する知見ですね、えー。それがちゃんとうまく効いてるのか効いてないのか、えー、それをね、えー、把握するために使われてた手法がこのランダム化比較実験というものなんですけど、すごくシンプルな言い方をしましょう。ね、小学校の時に 対象実験っていう言葉、皆さんやりましたよね。対象実験。つまり、二つのものを比べて、その効果を測定するというものです。ね。一番身近だったのは、光合成の実験だと思います。ね。えー、例えば、植物にプラスチックの覆いをかけて、えー、太陽にさらします。で、一方は、同じことをするんだけど、ずっと暗い部屋に置いておきます。 で、一日経った後に酸素の量がどれぐらい増えたか。ね、それを比較すれば、光合成でどれだけ酸素が増えたかっていうのを検証することができるということなんですね。で、そこで重要なのは、太陽のところに置いておいた植物だけ、それをデータで取っても、一体何が酸素を増やしたのかということがわからないわけですよ。 だから、暗い部屋に植物を置く。そして、二つ、太陽に置いたか置いてないかという、そこの条件だけを変えて実験を行う。そうすることによって、光合成でどれだけ酸素が増えたかっていうことが比較して検証できる。そういうものでしたよね。で、これが対象実験の考え方で、この考え方を応用したものが、このランダム化比較実験というものなんです。 だけどさ、ちょっと難しいんです。何が難しいかというと、今言ったような光合成の実験だと簡単なんですね、相手がものだから、条件を一つだけ変えて、他の条件は全部一緒にっていうのがすごい簡単にできる、でも、この経済学、特に貧困の分野でこれをやるのは難しいんです。 例えばね、えー、あるところは食料支援をしました。で、そうじゃないところは食,用食料支援をしませんでした。その効果はどうでしたかということを比較するときに、食料支援したかしてないかという1個の条件だけで比較するのってものすごく難しいんです。なぜならば、食料支援はある1カ国でしてますよと。で、食料支援ある1カ国ではしてませんよと。その A 国と B 国で、例えば、 人種も違いますね。民族も違いますね。言葉も違いますね。政治状況も違いますね。それから人々の衛生状況も違いますね。そんな条件が全然違うわけです。その条件の違う中で食料支援をしたかしてないかというたった一個の条件だけを変えて比較するのっていうのはできないんです。できない。だからランダム化、ランダム化なんです。つまり いろんなデータを取りまくってですね、ビッグデータを作るわけです。で、その中で外れ値とかいろいろ抜いて、例えば政治の影響を抜いて、っていうふうにで、一個一個、その比較したい対象以外のその影響を外していって、純粋に食料支援したか、 してないかそれでどれだけ効果ができたか出たかっていうのを統計学を使って分析をするそのやり方がランダム化比較実験というものなんですこれが実は今までの開発経済学の枠組みではやってなかったやってなかったそれを新しく導入したから彼らはノーベル経済学賞を取れたということなんですだからね 結論ものすごい全部簡単なんです。例えば、食料支援。こんなのやった方がいい。これは結論として当たり前なんです。で、その食料支援の中でも、その穀物の支援をするのか、もっと言うと必須栄養素と言われている貴重なビタミンですね。その支援をするのか。 ね、そこはすごく難しいんだけれども結論は単,単純で食料の中でもいわゆる米とか小麦とかトウモロコシとかいうそういう穀物の支援をするよりもいわゆるビタミン剤の補給とか、ね、塩分の補給とかそういう栄養素の補給をした方がいいっていう結論がこの貧乏人の経済学では述べられてる。 こんな感じで、一個一個テーマを絞ってね、結論書いてるんですけど、ものすごく単純なんです。だからすごいわかりやすい。だけど、その結論に至るまでに、彼らはデータをわーっと分析して、いろんな国のいろんな異なるデータをランダム化比較実験をしてですね、それで簡潔な結論に導いてる。そこがすごいんです。なので、ぜひですね、 貧乏人の経済学、これ1000ページ以上あって結構読みにくい大変な書籍なんですけれども、ぜひね、読んでみてください。この結論自体はものすごく丁寧に書かれているし、しかも一個一個ね、例が面白い。特にインドの例がいっぱい。 いっぱい出てきます。やっぱりバネルジーさん、インドの人だからね。インドにしっかり来てね、えー、一個一個細かくフィールドワークしてるんですね。その上質をこの本からね、ありありと見て取ることができます。ぜひ読んでみてください。じゃろう。はい。というわけでね、えー、今回は2019年ノーベル経済学賞を取ったこのバネルジーさん、えー、それからその著書ですね「貧乏人の経済学」ということについて説明をしてきました。今後もね、皆さんにこういった形でインド関連の役立つ、えー、知識、情報 え皆さんに、えー、入れていきたいと思いますので、えー、この動画の続きさらにね、えー、次回、えー、それから次もね気になるなと思った方々はねぜひチャンネル登録といいねとそれからコメントもよろしくお願いいたしますそれでは次の動画でお会いしましょうシャロバイバイ今日は見てくれてありがとうございますこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録いいねとコメント SNS のフォローよろしくお願いします